横浜にある小学校を訪ねました。ちょうど給食の時間です。手を合わせていただきます。いただきます。コロナ禍の今、教室内は先生に撮影をお願いしました。みんな美味しそうに食べています。なぜこの学校にやってきたのかというと、もったいないと関係するメニューだったから。美味しそうなサバの竜田揚げ。でも変わったところは特に見当たりませんが、調理室の入り口には未利用魚とサバの文字。サバは普通に食べられている人気の魚ですが、どういうことなのか。答えを求めてやってきたのは横浜の中央卸売市場。ここの魚食普及推進協議会がメニューの仕掛け人です。この大きさとこの大きさ比較して分かりますよね、はい、でまずこれが未利用魚、まあ、サイズ別に細くて小さい。確かに小ぶりですが、このわずかな差でですか。これだけで価格が下げられたり、養殖魚の餌に回されるんだそうです。もったいない。未利用魚というのはですね、市場に流通しない魚、不揃いな魚で、サイズが小さい、手間のかかる商品、それをなんとか活用して学校給食に進めるようになりました。味も栄養価も変わらない未利用魚。横浜市の一部の小学校では3年前から学校給食のメニューに取り入れるようになったのです。子供たちの評判はどうでしょうか。こんなカメラを置いて聞いてみました。サイズがちっちゃいだけで、その普通に買えないのはちょっと美味しいのにちょっと残念だな。とても美味しくて、こんな美味しい魚を捨ててしまうのはもったいないなと思いました。未利用魚の活用として、これまでにサバのあんかけや小イワシのカレー揚げなどの新メニューも作ってきました。さらに給食と食育を組み合わせた出前授業なるものまで行っています。こんな新鮮な美味しい魚がなんで流通しないんだろうっていう、やっぱり疑問を持ってもらって、で実際に給食で出してもらって、まあ、すごく反応いいですね。もったいない、そんな気持ちが給食を通し子どもたちにも伝わり始めているようです。一方こちら千葉県